3分でわかるよね、スターウォーズのねストーリーね、解説します。はいね、田中安全プロレス総帥田中守ですよね。映画マニア入門、これを見たらあなたも映画通になれるかもというですね、あの番組の第2回目ですよ。ね、第1回目でスターウォーズエピソード4を、ね、エピソード4の美味しいところをかいつまんで自分の知識にして、ね、これでもうスターウォーズエピソード4をもう見た気分になって、でもう映画の良さも自分の中で吸収してしたことになって映画通に一歩近づけるというね、そういうね、どんな番組だそれはみたいなね、あれなんですけど、ね、スターウォーズね、前回はですね、あのスターウォーズエピソード4のすごいところはですね、こうビジュアルね、もうね特撮ね、もう衝撃的、今まで見たことのないデザイン、今まで見たことのないシーンの連続で、もうとにかくショックを受けるというですね、話をしたんですけど、それだけではなかなか映画通ね、人様にスターウォーズの凄さを語るときに、もうショックを受けました、ショックなんですって言ってもなかなか伝わらないじゃないですかね。この人なんだ、おかしな人かみたいな思われますから、まあね、スターウォーズのね、あのエピソード4のね、あのお話もですね、押さえておこうとどんな話なのかというですね、ことなんですけど、あのでもまあいろいろ語り尽くされてるじゃないですかね、いろんなね映画紹介動画とかね、あるじゃないですか、映画解説動画とか、そこでまあね語り尽くされてますし、まあ、そもそもウィキペディアを見ればですね、物語なんて書いてるじゃないですか。でもね、ウィキペディアを見るのがめんどくさいね、こうスターウォーズの解説動画をですね、この動画を見た後にですね、また改めて探すのもめんどくさいという方のためにですね、ね、今はね、やっぱ時は金なりというじゃないですかね。じゃあここでですね、もうね3分でわかるね、スターウォーズのねストーリーね、解説しますよまあ一言で言ってしまえばですね、あのスターウォーズエピソード4ってなんすか、田舎のボンクラの田舎のボンクラの農民の兄ちゃんが、大成功する話というね、これまあこれは私が何すか、何言われたんですかね、岡田斗司夫ゼミかなんかでですね言われてたんですけど、まあまあこれがもう本当に端的に表してると思いますよね。田舎の、まあ、本当にどこにでもいるですね、田舎の兄ちゃんがね、こう大成功して大スターになる話なんですよね。もうそれだけですよ、スターウォーズってどんな話でいかれたら、もうそれしかないんですよ。もうね、もっと分かりやすく言うとですね、もうなんすか、例えばね、こうね、田舎でですね、本当にもう地方都市でですね、地方都市じゃないですよ、もうそれこそですね、もう過疎化した村で、友達がですね、小学校の時からの友達がですね、もうほとんど自分の家の周り住んでいないと、ね、で自分もまあなんかですね、大人にいつの間にか大人になってしまってですね、でまあ仕事といえば家業のなんか農業を手伝って、ね、ああというね暮らしをしていたね、そこでね、やっぱりね、こう俺らもやっぱね、小学校の同級生と同じようにですね、やっぱちょっと東京に行ってね、こうね、東京でまあどっかの会社に働いて、ちょっとね、こうナウイヤングにナウイ生活をしたいなとね思っていたらね、ぼーっと思ってたら、なんとなんとね、日本の漫画でしたら大体ここで
空から女の子が降ってきて、その女の子が主人公を何の意味もなく、ね、その男の子のことを好きになってしまう、ね、もしくは、素性のよくわからない女の子が突然、ね、ぼーっとしている主人公の部屋を家を訪ねて突然、居候を、ね、押しかけてきて、押しかけ女房的な、こうね、こういきなり、ね、女がやってきて一緒に住むみたいな。で最初その生活にこうドギマギしながら暮らしていて、それが徐々に、周りの家族や、ね、近所の人々にバレ出して、ね、わあどうしようと、ね、わあどうしようと思うけど、でも嬉しいなと、ね、まだ押しかけてきた、もしくは空から降ってきた女の子には指一本触れてないけど、まあそのうち指一本触れ、二本触れ、三本触れ、そのうちこういろいろベタベタ触れてね、こういろいろ何であれなことになるだろうとね、これからまあ長い年月をかけて、長い年月と言わず、まあ数ヶ月でこの女をね、完全に俺のものだとね、いろいろあれをしてこれをしてね、俺も男になるんだとね、と主人公が思っていたら、そんなこともねしようかと思っていた頃に、別の次は別の女が現れて、その女もなぜかその主人公のことをちょっと好きになりだして、こうグイグイ攻めてくる、ね、最初に来た女をゆっくりゆっくりね、こうね料理しようかと思っていたら、なんと別のなんかちょっと積極的でちょっと男っぽいけど、ちょっと最初に来た女よりもちょっと筋肉質だけど、ちょっと肌が浅黒いけど、ちょっと、なんかこうね、こうあれだけど、最初に来た女よりもこうねムチムチボディのボインな女で、やたらこう、主人公の男の、ね、腕を掴んできて胸を押し当てて押し当てたり、ね、主人公がお風呂に入っていたらいきなり一緒に風呂に入ろうぜ、裸の付き合いだぜと言って風呂に入ってきたりね、一緒のお布団で寝たりとかね、主人公がちょっとずつちょっとずつこの最初にうちに来た女の子とちょっとずつ、まず最初は心と心の触れ合いから始めて、やがて体と体の触れ合いをしようと思っていたところ、なんか別の女が来て、別の女も決して嫌じゃないけど、なんか心と心の付き合いをしようと思っているのに、いきなりこう肉体関係的なこう僕困っちゃうよみたいな、ね、展開になり、さらにね単行本も3巻4巻と進んでいく頃にはね、ちょっとねこう病的なねこう年上のお姉さんが現れたりとか、もう完全にこうサディスティックな、女王様が現れて主人公をどこかに拉致監禁したり、さらには人間ではないアンドロイドの女の子が何の、間違いかその男の子だけを愛してしまうという謎のプログラムを組まれ、その女の子が、ロボットの女の子が主人公に迫ってくる、ね、また、ね、
こうそうかと思いきや、なんとなんとね、その主人公は中学生、まあ、高校生ぐらいね、もしくは大学生くらいなのに、自分の守備範囲外である、守備、自分の完全守備範囲外だと思っていた小学生の幼女まで自分のことをまるで兄のようにしたい、無邪気に、主人公にこれはまあ迫ってくるというかですね、じゃれついてくる。主人公は自分の同年代もしくは年齢が1歳か2歳年上の、まあ法律的に結婚しても良い、結婚しても良い、年齢の女子、第二次成長期を完全にもう迎えた女子しか自分は興味がなく、また恋愛対象でないと、思っていたのに、その、ね、自分よりもだいぶ若い小学生の女の子が自分にじゃれついてきたことで、自分が今まで気がついてなかった、ロリコンの、ロリコンの性癖がこう赤裸々に現れて、その子ともなんかこう、その子も恋愛対象として見てしまう。気がついたら主人公の周りは女だらけ、女だらけのハーレムになっていたね。とね、こうかなり脱線しましたけど、ね、脱線しすぎてこの、ね、みんなも途中でついていけなくなっている。この動画をね、まあ、もう別の動画見よう見ようみたいな、何言ってるこれ、頭おかしくなったのかこの人みたいな言われそうですけどね、まあ、日本の漫画ですと、まあ、ぼーっとした兄ちゃんがこうぼーっと暮らしてるとそういうことが起きるんですよ、日本の漫画の場合ですと、ね、だからですね、スター・ウォーズの場合はそうじゃないんですよ。ルーク・スカイウォーカーというですね、もう冴えないですね、もうもうね、もうほんと冴えないんですよ、もうね、あーあーみたいな感じで、もう毎日毎日ですね、もう おじさん、ね、おじさんのところに住んでんですよ、ルークってね、もう実の父親も母親ももういないんですよ、もうね、まあ、父親はまあダース・ベイダーなんですけどね、まあ、それはまあ後々分かるんですけど、とにかく親父はいない、もう死んだらしい、親父も、ね、お袋もいない、お袋も死んだらしいよ、もう。で、まあ、なんかもうね、親父もお袋も死んじゃって、で、なんかね、おじさんの家で、おじさんとおばさんの家業を手伝いながら、まあ、ぼーっと暮らしてると、ね。ね、若い頃ってね、こうあれがしたいこれがしたいと思ってぼーっとしてるんですよ。そしたらですよ、なんかですね、美少女は来ないんですよ、ね、残念ながら残念ながら美少女は空から落ちてきませんね。うちにで、自分家にですね、お手伝いロボットがある日来るんですよ、ね、でね、お手伝いロボットが2台うちに来るんですよ。でね、まあ、おじさんがですね、なんかリサイクルショップみたいなところから買ってくるんですよ。ね、うち、ちょっとね、家業のでも人手が足りないから、ね、お手伝いロボット2台購入してくるんですよ。で、それがまあ、C3PO と R2D2 で、まあね、もう、こんな、まあ、金ピカのロボットとですね、あとなんか、掃除機みたいなロボットがですね、うちに来るんですよ。で、あー、もうなんだよ、もう勘弁してよ、でね。俺もうおじさんの仕事の手伝いをしてもう手一杯なのに、このロボットのメンテナンスまでするのがもう勘弁してよみたいな感じで、もうね、この辺が日本の中で、漫画と違いますよね。日本の漫画はもう女の子が転がり込んできたらもうウッキウキになるのに、もうスター・ウォーズなかなかその辺からハードでして、もうロボット2台が来て、もう勘弁してちょーみたいなね、ことやってたんですけど、そしたらですよ、ね、掃除機みたいなロボットのから立体映像が出て、で、そっからですね、こう、そっから美少女が出てくるんですよ。美少女が映し出される。ね、おお、なんだこのお姉ちゃんは。だからそのお姉ちゃんがしきりに助けを求めてるんですよ。ね、助けて、
オビワンケノビーとか言ってんですよ。あなただけが頼りですとか言ってんですよ。でなんだなんだこの女はってなんだなんだこの女は助けに行ったらなんかこの女はとこうでいい感じになれるのかな、助けに行くってどこに助けに行くんだろうって言ったら、あの金ピカのロボットがですね、ねいろいろね事情を話してくれるんですよ。実は私たちはもうね命からがらね、あの宇宙からね、宇宙の果てから逃げてきてですね、でこうこの惑星にたどり着いたかと思ったらいきなりリサイクルショップの業者にとっ捕まってですね、でもリサイクルショップでねもう売られる羽目になってしまって、ほんでもう流れ流れてねもうこのお家にたどり着いたわけですよ。私の本来の目的はこのね映し出されたねこのお姉ちゃんのところにね戻ってですね、あのねそのねあの戻ってこの宇宙の部屋を取り戻さないといけないんですよね。もう本当に困っちゃいましたなのにもうこの有様ですよ、ね、でそこでですよね、ねこのルーク・スカイウォーカーボンクラス星少年がですね、これは俺が宇宙に飛び立てるきっかけになるんじゃないのかなとね思い出してですね、よし俺は宇宙に飛び立つぞってね宇宙に飛び立つぞはいいけど、ね、このお手伝いロボット2台しかいないし、そもそもね宇宙に飛び立てるような宇宙船ないしどうしようと思ってたらね、ね近所になんかこうね仲良しのおじいさんがいるとね、ベン・ケノービーっていうねベン・ケノービーっていうおじさんがいると、おじいさんがいると、でこのおじいさんは結構ですねなんかこうねなんか死んだ親父の知り合いかなんかよくわかんないけどねなんかこう、ね、宇宙のこととかよく知ってるみたいだっていうことで、でまあそのジジイのところに行くんですよ、ね、でまあジジイのところに行って ね自分の親父がですね実は宇宙パイロットだったという話を聞いたりとかですね、あとねこの、 あの美少女もまあそのベンケノービーのじいさんはまあまあまあなんかまあまあ知ってる人だと、じゃあね俺とお前とロボット2台で宇宙に行こうかね、行ってみないかとね誘われるわけですよ。ね宇宙に行こうかなと思ったら、自分のお家はね焼き払われていたとね、この銀色ロボットが2台うちに押し寄せてきたかと思ったら、今度はですね宇宙の悪者がですねそのロボットを追いかけてきてですね押しかけてきて、もう家は焼かれね、自分の世話をしてくれたおじさんとおばさんはですねもう黒焦げですよほんでもうね宇宙へ行くぞということで、ね、宇宙へ行きます。ああ宇宙へ行く前に宇宙船のパイロットであるねハンソロというね宇宙の荒くれ者と一緒に行きます。で宇宙に出てね大活躍をしてねえねまあ勝利に自分たちのね所属していた軍隊がですね勝利に導くような貢献をして、であなたはこの、宇宙の平和を脅かす帝国軍のねなんか帝国軍の基地を破壊する際に破壊することに大きく貢献しました、表彰いたしますということで表彰台に登ってでなんか表彰のメダルをもらって表彰されて終わりみたいなねそんな話なんですよね。要するにまあ田舎のボンクラ青年がですねまあいろいろねまあ今住んでる家を追われてですね追われたけどねまあ道すがら知り合った仲間たちとねまあね来る乗り物に乗って東京に行って、東京に行ったらなんか騒動に巻き込まれて、でその騒動に巻き込まれたけどねその騒動の発端であるね悪の親玉をねこの俺自身がですねその親玉の玉を取ってですね俺はねこの組の
高頭になったとどうだみたいな、表彰もされちゃったぞみたいなね感じなんですよね。そういうあれですよ、こうね表彰されてやったぜみたいなね、あれですよね。あの表彰のシーンを見て最近で思い出したのが、よくカイジの作者がですね、賭博なんやらのカイジあるじゃないですか。あれの作者がカイジの中でなんか低愛金融でしたっけ、あれでなんかこうね、低愛の金融のなんか貢献した人がステージの上でこう表彰されてるのを、下でそのカイジに最初に金を貸した借金取りの親父が悔しそうに見て、本当だったら俺だってあそこの仕事に立ちたいのにとかね。あと銀と金でしたっけ、あれでなんか競馬の世界で貢献した人がホテルの、ホール大ホールでなんかパーティーかなんか催し物があって、でその中でステージの上で表彰されるのを見て、こう表彰っていいなみたいなね、あるから、まあアメリカもやっぱりね、みんなの大勢の前で表彰されるイコールね、名誉の印みたいなね、まあその辺は日本もアメリカも一緒ということですかね、というあれなんですよ。でまあ田舎の冴えない兄ちゃんが最終的に、都会で一旗あげる話っていうのは、やっぱりですね、これはこれをスターウォーズのストーリー、スターウォーズというストーリーの根幹にしてるというのはもう素晴らしいことだと思うんですよね。スターウォーズってまあ宇宙戦争ですよ、宇宙戦争だけど、話の流れそのものは誰もが共感できる、誰もが感情移入できるドラマじゃないですかね。よく SF ドラマとか SF ああいう宇宙ものとかでありがちで、ありがちな話として、これは宇宙を救うために俺は命を懸けてこの軍隊の中で命を懸けて戦うスペースオペラなんじゃーとやると、宇宙のために戦うんじゃーとやると、こうね、伝わりづらいと。俺はこの宇宙の中のこの宇宙の宇宙船の指揮官として、皆のために平和のために、そして多大な犠牲を払ってでも、私は重大な決断を下し、宇宙の艦隊を動かし、そしてこの宇宙を平定するのじゃーというね、語り口ではなかなか人はついてこないと思うんですよ。そうじゃなくって、最初は俺らもうボンクラ青年だべ、ボンクラ青年で宇宙、いつか宇宙に行きたいなと思ってたら、なんかこうなし崩し的に偶然が偶然を重なって宇宙に行っちゃって、最後の30分ぐらいでなんか俺なんか宇宙の宇宙船時のパイロットになっちゃったよ。俺なんか宇宙船のパイロットになって、宇宙戦闘機のパイロットになって、さあなんかこう最後の一番おいしいところでミサイルを撃ち込む、一番おいしいところでなんかこう謎の力なんかよくわかんないけど、ポチッとなって押したらミサイルが宇宙基地、敵の宇宙基地になんか当たって、宇宙基地がボカーンって爆発して、俺なんか俺超貢献者ラッキー、最後は表彰されちゃったよ、万歳、ね、この方がですね、ね、みんな感情移入しやすいし、みんな見てくれるし、何よりも見ていてしんどくないじゃないですかね。島本和彦先生も言っておられ、たじゃないですか、漫画家の島本和彦先生もね、青い炎というですね、島本和彦先生自身がですね、の島本和彦先生の学生時代を描いた漫画の中で、漫画ね、漫画をね、どんな人がどんな漫画に興味を持つかという、なんかそういう話があって、
島本和彦先生的にはこう壮大な宇宙で、ね、命をかけて戦う漫画こそ熱くて皆に支持されるんじゃないかと思っていたら、みんなはですね漫画はあんまり興味を持ってない人とか、あとはまあ漫画まあまあ好きだよっていう人とか、大多数の人がですねそういう宇宙で命をかけて戦う話よりもですね、なんかすごい身近な話、恋愛ものラブコメ誰ちゃんが誰々くんが誰々ちゃんのことが好き、好きだと思っていたけど、なんかこう別の男がその男の女の子のことも好き、あ三角関係どうなるんだろうとかね、少女漫画だと誰々子ちゃんが美少年の誰々ちゃんのことが好き、でも言い出せない言い出せない、どうしたらいいのと思っていたら、別の積極的な女がその男に迫ってくる、どうしたらいいの三角関係、そういうのがね、宇宙で命をかけて戦うよりもドキドキするんじゃないってね、こう主人公の炎燃ゆるが言われて、そうかそうだったのか、大多数の人はそんな壮大な宇宙の命をかけて大きな使命を持って大きな誇りと使命を持ってね戦う話よりも、身近な誰もが通過する誰もが体験する色恋沙汰に色恋沙汰の土俵際の戦いにドキドキするとね、男と女のがっぷり4つの土俵際の戦いにと残ったの戦いにドキドキすることに気がついてショックを受けるエピソードがありましたけどね、やっぱスターウォーズの素晴らしいところは皆に受け入れられたところはやっぱりね入りやすい入り口ね、やっぱそこだと思うんですよ。その辺やっぱスタートレックとスターウォーズの違いだと思うんですよね。まあ私はスターウォーズスタートレックともに大好きなんですけど、スターウォーズとスタートレックの違いって最大の違いってやっぱそこですよね。ね、スタートレックは主人公は、宇宙艦隊のものすごくでかい宇宙船の艦長、ね、階級は大佐、ね、責任重大な、周りにいる相棒ももう下手したら自分よりもかなり優良、かなり優秀なね異星人の優秀なミスター・スポックもうこっち側にいるのは自分よりもだいぶ年上でね、こう人間的なこう感情豊か経験豊かな、ドクターね、自分よりも有能な人たちに囲まれてね、俺にあるのはこの決断力、責任感、宇宙船とも心中してやるぜみたいなね、あれですけど、かたやスターウォーズは主人公ボンクラな兄ちゃん、ね、宇宙の荒くれ者、よくわかんないじいさん、もうよくわかんないロボット2台ね、まあ俺なんか知らねえけど、とにかくもう周りにこう翻弄されちゃってるよ、気がついたら表彰台に立ってたよなこんな感じですよね、スターウォーズ、ね、スターウォーズの素晴らしいところそこですよね、ストーリーので、前回スターウォーズって帝国の逆襲とまあジェダイの復讐ね、まあギリギリいいんじゃないのって言ってたけど、まあ、はっきり言ってですね、スターウォーズのそのビジュアル的な凄さとストーリー的な凄さが2つともちゃんとあるのはエピソード4の新たなる希望だけなんですよ。だってですよ、エピソード5、ね、帝国の逆襲、エピソード6、ジェダイの復讐っていうのはもうルーク・スカイウォーカーはもうその時点ではもう立派な軍人であり、ジェダイの騎士であるんですよ。もう立派になってんですよ。もうボンクラの兄ちゃんじゃないんですよ。すでにもう一流の軍人と戦士になっているルーク・スカイウォーカーがさらに過酷な戦いに巻き込まれていく、ね、帝国の逆襲、そしてもっとさらにすごい戦いに巻き込まれていく、ね、ジェダイの復讐、まあ、ロッキーで言えば
まあロッキー3とかロッキー4みたいなもんですよ。ロッキー2はまあロッキー2はまだあれなんですけどね、あのロッキーももうダメダメなロッキーがロッキー1とロッキー2の2作をかけて、2つの作品をかけて一人前のロッキーになっていく、ボクサーになっていくという話じゃないですか。人間的にも一人前になっていく、ね、でロッキー3でさらに強い敵と戦い、ロッキー4でもっとすごい敵と戦いみたいな話じゃないですか。だからスターウォーズのってもうそのジェダイの復讐、帝国の逆襲、ジェダイ復讐は完全にもうロッキー3、4なんですよね。もうね。でその後のねスターウォーズエピソード1、2、3、エピソード、ね、7、8、ね、もう全然ダメじゃないですかもう、ね、そのねボンクラ青年がのし上がっていく要素が全くないじゃないですか、ね、エピソード1、2、3ね、エピソード1、2、3なんかね、なんか才能ある少年がね、この3作品をかけて才能ある青年になり、才能ある青年が最後は闇に落ちたみたいな話じゃないですか、ね、でエピソード7とエピソード8もね、まあエピソード7でね、あのレイっていうね、なんかこうね、こう貧乏なね、貧乏なお姉ちゃんが宝なんかそこら辺からガラクタを拾ってきてはね、リサイクルショップに売って生計を立ててるっていう感じだったんですけど、それでもね、ルーク・スカイウォーカーのようにボンクラじゃないじゃないですか。一人たくましく生きていったら、なんか知らんけど事件に巻き込まれてね、もう選手として目覚めるだったんですけど、割とねしっかりしてるじゃないですかね。ですのでやっぱりね、ボンクラな人がこう気がついたらね、最後金メダルをもらっていたというね、そういう要素がもう完全にスターウォーズってもう最初の1作目作った後2作目以降それが欠如してるんですよ、ね、だからもうね今のスターウォーズも全然ダメなんですよ。もう全その2つが欠如してダメなだけならまだいいんですけど、もうねスターウォーズが完全にダメになったのはもうねスターエピソード8 ダメになってしまったんですけど、ああね、その辺に関してはまた別の機会でですね、また話していこうと思います、ね、というわけで、スターウォーズ、ね、このストーリーの凄さということについてですね語りました、ね、これをですねまだ皆さん己の知識として吸収していただき、ね、これであなたも今日から映画2なのかですよ。